無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。読めたぞ。あの景品を手に入れる完璧な作戦だ。すごい、さすがね。よし、私だって。要は当たればいいのよね。当たれば、ねえ、見て見て。時は来たれり。魔物が人を襲うなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は、もしかしていつもの長い作戦。悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くディルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。準備は大丈夫？念のために戦い方をおさらいしようよ。まずメニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。こんなところにまで魔物が。倒して進むしかないようだな。まずはこれをやってみて。いい感じ。じゃあ次はこれやってみて。バッチリだね。また魔物。一通りやっつけるしかないわね。
か乗り切ろう。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ。画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。ダイヤモンドダスト。この魔物も片付いたな。急ごう。ヨクザの間はもうすぐだ。もうここにも魔物？急いでやっつけなきゃ。ダイヤモンドダスト！壺は攻撃を当てれば壊せるんだ。見て見て、木箱の上に宝箱がある。何かいいものが入ってるかもしれないよ。近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。親衛隊長よ、魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。まずヨクザの前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいていたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり
撃ち漏らした奴らからエルフ様たちを守るんだ、うん、一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ、うん、魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつパス。私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのは考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。作戦通りに。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。その通りじゃ。二人とも最後まで気を抜くでないぞ。に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。やめてよ、こっちに来ないで。ダイヤモンドダスト。
なんとかなったわね。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。もし魔物が襲ってきても、さっきみたいに俺たちが助けるさ。ダイヤモンドベッド。分かった。振り返す。僕、頑張るよ。ダイヤモンドベッド。やった。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込め。
したぞ。今こそ勝ち時よ。ちょっと待って、あれ何？これはもしや魔物の扉。魔物の大軍がやってくるぞ。もうろたえるでない。さあこれを受け取るのじゃ。よし、それこそが気合の宝玉よ。ダイヤモンドが気合の宝玉。何、体の奥から力がみなぎってくるわ。あんたも素直に喜んだら。いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。おー